はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。なんだっけこれ。青の英雄ですね。アップロードして公開もしたいのにパート2をやっていくスタイル。で、シミュレーターでオアフ島の期間やってみたんですけど、練習してね、できましたので、まあ、大丈夫なんだけど、あのね、今回はカスタムでやります。というのも、本当にまっさらね、シミュレーターまっさらだったんだけど、あまりまっさらだと、まあいいや、ちょっと、カスタム、ね、プレイしながら、ちょっと説明しようと思います。よろしくお願いします。1941年12月7日、日本軍空母機動部隊が真珠湾のアメリカ軍基地を攻撃した。その数時間後の現地時間12月8日、日本軍はウェーク島を襲撃。島に配備されていたほとんど全ての航空機が初日の爆撃で破壊された。爆撃はその後数日間続いた。12月11日、日本軍は上陸を試みた。第4艦隊の一部もウェーク島に向かっていた。第211海兵戦闘飛行隊の残存機4機は敵船への攻撃を命じられた。こういうのあんまりスキップとかしない方がいいのかな。ちなみにね、このゲームドイツだとね、パート1ブロックされてました。面白いですね。で、広告もどうやら出ちゃってるみたいなんですけど、左遷、そっと字してくれ。俺もそっと字する。日本軍はやっぱ飛行機とかお船はやっぱ強かったんだね。しもうた。離陸せよ。まず×ボタンでフラップを離陸状態にする。エンジンをマックスで微調節しながらほら飛べ、ほら完璧ですね。で、上昇から、おっと、これさ、ごめん、これじゃなくて、音がうるせえんだよね、BGM が。どれだ？これか。とりあえずこれくらいにして、速度表示、あ、速度表示のオンオフってできるのかな？鉄砲、字幕はあるけど、英語にはできないのか。ごめんね。じゃあ、それはちょっと気になったんだ。で、この貨物船とか出てるじゃないですか。ね、あのレーダーとか。これがなくなっちゃうんですよね。全部シミュレーターだと。相手、フラップを格納してください。フラップってなんだっけ？あ、これか。あー！フラップって何？あ、これか。ブラックアウト。あ、フラップ戦闘がないのか。わかった、わかった。撃つんじゃねえよ、この野郎。で、俺は爆弾をもうどうやら持ってるみたいなんだけど、爆弾で攻撃できるかな？何が苦手ってね、俺爆弾での攻撃が非常に苦手なんですよね。あ、でも、一応着弾地点、すげえ、本格的だな、おい。着弾地点が表示されてる。素晴らしい。ね、練習して、なんだっけ、操作。操作できなくなった。操作不能に陥った時の回避方法もね、きちんとマスターしてきたんで、少なからずね、操作ミスで落ちるってことはなくなると思うんだよね。バン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 うるせえんだよ。うー、怖いー。着弾地点がどこだ。ああ、すーげえ、すげえ、リアルだな。え、こんな揺れるもんなの。そう、俺空飛んでんのに。うー、撃たれた。着弾地点がわからない。ここら辺でいいや。あ、俺が撃墜された。続行。あ、続行を押すと、その場で復活できるの。それはちょっと汚くないか。今撃墜できたのかな。この落下地点が表示されてるのは非常にありがたい。
し、飛行機によってもしかしたら違うのかもしれないね、こういうのも。ちょっとわからねえな。おまけね、落下して見にくい。ぶっちゃけ波のさ、泡なのか見づらいな、これこっちの方がいい。泡なのかさ、わかんないんだよね。低すぎたのか、俺のあれが。これで多分落ちるでしょ。おい、で下見ながらこう、おい、どう、撃墜できてない。で高度が低いんで、おっと、あんまりね、急旋回とかをやりすぎると、あ、耳がおかしくなる、目も見えなくなる。面白いね。あ、今俺見て別の敵を狙ったのか。無理にね、動かしすぎると落ちるんですよ、操作不能になって。実にリアルだな、教育的にできているな。まだ爆弾持ってんの？弾数制限が、まあ、あるはずなので。どこ、おいおい、後ろ向いて。やれたのか。やれてない。飛行機ん、爆弾がなくなりました。セレクトボタンを押してまだ爆弾が残っている機体に切り替えることができます。は？え、すげえ、他人の機体も操作できるんだ。マトリックス状態。あれか、やっぱ機関銃じゃこれダメなのかな。できればさ、爆弾苦手なんで、この銃でなんとかしたいんだけど、できない？できないかい？名前はあなた、モーガンブレット。やれんだろう。どこがいい？お前がいいか。速度を落として、高度も落として、よし、本命を叩き込め。まあ当たりゃしねえ。いや、こいつ難しいな。まずね、爆弾が落ちねえんだよな、狙ったところに。あ、まずい、高度が。ゆっくりゆっくり、大丈夫。大丈夫大丈夫。落ちなきゃ俺は知らない。あ、ロケットがありません。爆弾も残っていません。死ぬしかないじゃない。で、敵はどこだ。あ、そうか、輸送艦をぶっ倒せって言ったっけ。で、結局見えないとさ、こうやって逐一ね、逐一パッパパッパ切り替えないといけないんですよ。俺は別に構わないんだけど、動画的に怪しいし。おい、狙い、名前を出せ、名前を。名前出ないのか。分かった。よし、行くぞ。ほら、撃て。あ、近くないと、ダメなんだ。おい。これダメなのかな。マジで爆弾じゃないとダメなのかな。そしたら、急降下で行こう。高度が、だいたい1000メートルぐらいでいいですか。この ALT がメートル表示なのかちょっと分かんないけど、限界速度だ、機首を下げるって言うけどさ、速度は別に。よし、 OK。 あ、まずい、俺これ死ぬな。匂いで分かる。そっか。あ、で、あ、何、もう俺あと一人しかいないの。このマーチン・ブランキーしか生き残っている人間がいない。あら、面白いことこれで。俺輸送船なんだよね、本命は。輸送船を叩かないと、輸送だか補給だか知らないけど、その辺のやつらを叩かないといけないんだよね。一応練習はしたんだけどね、うまくできなかったんだよね。爆弾の落とし方、あの普通の一番優しいやつでもね、爆弾をうまく落とせなかったんだよ。この辺じゃないのかな。この辺に落とせよ。爆弾がありません。乗り換えるか、基地で修理することができます。あ、そんなこともできるんだ。せっかくだからやってみようか。
今向かってんだけどさ、ちなみにこれで落ちるとどうなるの？はい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 、なるほどね。カスタムあれシミュレーションか、パイロット死亡っていうのがあったんですよ、カスタムの中で。何のことを言ってんのかなって、落ちたら死ぬじゃんって思ったんだけど、何人かいるのね。残り残機数的な意味でその味方が死ぬということなのか。あ、これ面白いですね。空母機動部隊が真珠湾のアメリカ軍基地を攻撃した。面白いんだけど、非常にまずいことが起こると、勝てない、勝てないっていうか、爆弾がね落ちないんだよね、思ったところに。よし、もう飛ぶのは楽よ、飛ぶだけでいいんだもん。で、駆逐艦じゃないんですよね。駆逐艦じゃなくて、あれだ、奥の、もっと奥の貨物船を。これ何で、何だったかな？あ、罰か。罰で変わるんだよね。あ、でもシビレ、カスタムとかだから、このフラップ左下のフラップっていうのも出ちゃうのか。あれ、上昇戦闘。あ、あるよね、いろいろ。それじゃないんだ。あれあれ。オッケー。爆弾、あ、落下地点。最初に左から落ちていくんだね。だから、ここだ。で、多分ね、落ちると当たると思うんだけど。当たった？当たってないですね。そうだね、やっぱ左の弾から、あれ左の弾から落ちてったけど、俺が思ってた落下の弾と逆の方だな。どうなってんのこれ。いいや、速度一回落として、速度落としてこっちの視点にして、見づらで、おい、あ、なんかドカン音がしたよ、ドカン音。やったんじゃないのこれ。やってないですね。あ、こっちか。オッケー、変わってるね。これやっぱりさ、あの練習中うっかりね、爆弾落とさず自分で自爆しちゃったんですよ。そうしたらね、クリアできたんだよね。特攻するのはね、この国の技じゃないんだけど。もっと近づいて、こんな感じでやるか。え、マジで今の当たってないの？ちょっと厳しくね？エースコンバットよりよほど難しい。何が難しいってこと？爆雷？爆撃がめちゃくちゃ難しいんだけど。これは難しいな。普通に機銃撃つだけだったらね、すごい簡単なんだけどな。爆弾なくなったら突っ込むか。そんなゲームやめろって。そういうゲームじゃねえからさ。どこ、この辺。あ、やっちゃった。撃墜しましたね、多分俺がさ。あ、緊急脱出しました。すげえ天才的だな。おっと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 、さっきのもさ、あの爆弾で撃墜したじゃなくてさ、特攻して撃墜したんだろうな。それじゃダメなんだよな。スピード落としてゆっくり旋回してね。そう、このなんだろう、あ、なんか上から爆撃しろっても言ったっけな。残りが 1000m くらいになったらね、撃ってもいいよって。でもこれ違うのかな。こんなもんじゃねえの。やった、ありがとう。え、あ、駆逐艦を攻撃せよ。え、でも何、結局俺爆弾使わないといけないのな。あ、あの
黒金の方向だったらね、駆逐艦は余裕で落とせるんですけどね、やれるかな。あの重機でこの機関銃でやりたいんですけど、どうしてもダメですか。スピード上げて、スピード上げすぎるとね、エンスト起こすみたいなんだけど、別にエンスト起こしても全然問題ないんで、このゲーム俺の知る限りね。でも怖いからやめよう。戦闘モードで、でもさ、爆弾じゃないとやっつけられないなんてことないでしょ。じゃあ何のためにこれ機関銃ついてんだって話になってくるわけだよ。ズーム、バルカンの射程距離ってどれくらいなの。やっぱ 1000m 切ったらなのかな。まあ何でもいいや、撃ち込め、すべこべ言わずに撃ち込め。ああ狙ったところに行かない、これの方がいいか。ああ難しいな。ああ速度下げて、400キロじゃないよね、それにしたって。おっと危ない。駆逐艦が何隻、あのチカチカしてるのだけでいいのかな。だとしたら他のね味方に頼って、なんか爆弾持ってる味方に頼ってもいいんだけど、本当にバルカンで攻撃できないのっていうのが確かめてみたいんだけど。あぶれ、おーちゃんと日本軍、あのなんだっけ、今の国旗と違うあの太陽のサンシャインが、ね、全方向に。あぶれ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 、あやっちゃった、あやってしまった、死んだか。船により撃墜されました。違います、まず間違いなく俺がうっかり操作ミスで死んだだけだぜ。当たるかなぁ。ほいほい、おしやった、あれ撃墜されました。あはい、第2の任務を受信しました。飛行場に着陸せよ。俺どこにいるの。このミッションも続行しますか。はい、あーで、めんどくさい時は着陸しなくてもいいのか。これあれだな、あのいわゆるエースコンバットも着陸とか補給はカットでできるってやつですね。フラップの着陸、あ戦闘状態にならないとフラップが戦闘のモードにならないのか。これもしかしてそうなんだろうな。でマーキングが表示されないんだけど、あーでもレーダー出てるか。こうさ、本当にさ、大砲を撃たれるとさ、この空が震えるのかな。それが気になるんだけど。そして俺の爆撃機が弱すぎる。拳銃ね、機銃じゃダメなのかな。大砲に当たって死ぬとか全然ありえるけどね。あ、角度が悪いな。角度があんまり良くないですね。速度をゆっくり落として、フラップがあれならないんだけど、いいや。とりあえずランディングギアを、あのタイヤですね、タイヤを展開させます。あ、ランディングギアを出してからじゃないとフラップが着陸体勢にならないんだ。で、さらに 30% ぐらいだったかな、落とせっつって。機体を水平に保ちながら、突っ込んでいくと。もうあとは祈るだけだ。俺は誰だ？違う。セレクトボタン。チェイニーさん。チェイニーさん。頼む。もうあとはもう全どん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 速度を落として、機体を水平にしながら、水平って言ってもさ、結構上向いてるんだよね、あのムービー見ると、ムービーっていうかお手本見てると上向いてるんだけど、はいもうゼロにいいよ。でこうなって、こうなると、でそしたらレバーをどちらも後ろに引くと謎のブレーキがかかると。
おおおお、引っかけた。なんでや。ブレーキかけすぎるとひっくり返るのこれ。このゲーム。え、やばい、ゲームオーバー俺。どうなったんだ。クリアしたことになったのか。敵をやめると敵艦隊はすでに退却しており、投石は確認できず、離弾した巡洋艦は傾き、原則から蒸気と煙が上がっていました。艦隊は明らかに左舷に傾斜し、しばらくするとゆっくり動き始め、わずかな距離を進んでは止まるという軌道を判断。その後煙に包まれながら水平線に消えました。これね、イメージ映像ですからね。これ何、まだお話続くの。あ、基本的にはスキップはじゃあ押さなくて大丈夫そうだね。繰り返しにはならないと。非常に難しいな。難しいけど、あのクリアできないわけじゃないよね、俺のイカレイカレ戦闘法で。ちょっと待って、これ2対39ってのはどういうことですか。やばいですね。日本軍の奇襲、動画1ミッションでいいのかな今のところ。結構時間、まあ着陸にね、今回時間かかっただけだから、着陸をキャンセルすればいいのかもしれないけど、一旦今回動画切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。